ヒイラギです。どうもこんにちは、闇営業ですけれども、謹慎中なんでね、動画撮りに来ました。さあ、ということで、やっていきましょう。道玄坂ファンタジー15で、ドレミファロンド。バリ？やっぱソラシド？フォリティックス、ドレミソラシドのシェイク、肩シェイクの部分ですね。シェイクダンスって多分今言われてるのかな。ここの部分なんですけれども、これは肩のアイソレーションという概念、それを、まあ理解すれば正直簡単でございます。まず、その肩のアイソレに自信抜き知っとるはそんぐらいと、歯で死ねこらという人はですね、口が悪いです。出直してきてください。まあ、要はこの肩関節を別個に動かしてあげるっていう、そういう動作にですね、慣れてる人慣れてない人でやっぱこのシェイクの完成度っていうのが変わってくるんで、知らんと、アイソレ、肩のアイソレ知らんっていう人はちょっと、まあ、見ていってください。旦那、はい、じゃあまずレベル1、脱力シャオリーね。脱力したら、そうですね、右肩から上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、次左、上げる、下ろす、上げる、下ろす、終わりです。これであなたもアイソレーション。ポイントとしてはね、そうですね、あの肩以外がこう上がったりしないこと。今肘がいっちゃってますね。いっちゃってる。こうじゃなくて肩だけ上げる。肩だけ上げるだけ。で、こう顔面 の耳たぶにこう肩を当てに行くようなイメージ。ほら。体の中心に寄せるようなイメージで最初は上げるといいんじゃないかなと思います。かねてですね、こう耳の方をこう近づけない。そしたらもうこの、アホですから、アホソレーション。はい、で次は交互に右、左、右、左、ドゥン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 。こういう動作やってみましょう。1、2、3、4、1、2、3。なんか自分の好きなテンポですよ。それこそあのドレミドレミ、あ、ちょっと早いわ。ちょっと早かったそれは。1、2、3、4、1、2、ドゥン。脱力。力はいらないです。ってやる必要ないです。脱力。そう、脱力がやっぱキーになってくる。早く動かすためには、力を入れてはいけないという、この、なんでしょうね。損失の平衡。難なくできるようになったらもう最終段階です。クックック、クックック、クックック、クックック。これやんな。答え入れたな。ワン、エン、ツー。3回やってます。で、次、スリー、エン、フォー。ファー、イブ、シックス、セーブン、エイト。まあ、なんかその言葉でやるよりもまんまこの側をパクってほしいんだな。はい、でこれいろんなシルエットがあって、例えば横にこうううっていう体の横に出すバージョンもあれば、体の前に出してあげるとか、あとは後ろとかですね、斜め後ろに引っ張ってあげる、いろいろあるんですけれども、まあとりあえずこのその場でカッ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 カ、右左できたら、これができたらいよいよ扉を開いていきましょう。行ってくるぜ、鋼の錬金術師、最後の錬成にな。さあ、よくぞたどり着かれたということでですね、あのドレミドレミの肩シェイクの部分をちょっとメロディーでやってみます。これでカウントでやるのね、無理なんですよ。ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォーってなるから。そうじゃなくて、それよりももう歌詞に、素直に歌詞にはめた方がいいんじゃないかって優香言ってたよ。優香、ポケットどこだ。はい、それじゃ軽くやっていきます。経験不足のこいさ、ドレミドレミドレミレミド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 レミソラシド、ドレミドレミドレミレミド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 レミソラシド。ここの振り付けっていうのは、まあ3つの、大きく分けて3つの要素で構成されてて、それがさっきやったこの肩のアイソレ、肩でのリズム取り、シェイクですね。肩シェイク。そしてあとは、なんかよう分からないんです。なんかよう分からない、この、なんかね、スカートをパッて、ピャッてやる。肘から先でこう、ピャッて鼻開く動き。そして、中段、上段、中段、下段、隙がないね、パンチ。この3つと、あと、アップ、全体的にアップのこの、リズムでやるっていう。4つでした。4つの要素です。基本的にこの膝を最初曲げた状態から、ドレミドレミドレミレミド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 レミソラシダウン、ドレミっていうこと。わかりますかね。
アップなんですね。で、この時僕今肩をこう前にやってるんですけど、これがクッククッククッククッ、ダウンからアップに行く間で肩を1、2、3、次またダウンする時に1、2、3、1、2、3、1、2、3。一番肝なのがこの肩をシェイクさせながらちゃんと膝でドゥッ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 とリズムを取ってあげるっていうのが、まあ、多分ここが一番きついと思うねんな。で、あとはもうね、順番さえ覚えてしまえばね、三日転化よ。ダメじゃんそれ。右肩スタート、ダウンの状態から右ギです。で、どうしようかな。もうハイパースロー歌詞当てはめをやっていくと、ドレミ、これ右ね。次ドレミ、左ドレミで、こうレミって挟むんですよ。レミっていうのが挟まるんですよ。そこでレミレミ、この肘から先だけ上げて落とすっていう動作を一瞬でやる。レミ、次ドレミドレミです。右で終わる。で、次から、ドレミドレミドレミ、最後は最後だけね、正面向いてこの羽ばたきのポーズですね。羽ばたきのポーズ取って、ソラシドに音ハメ、歌詞ハメします。ソラシド、ソラシドの部分なんですけども、ソラシドじゃなくて、これ全時間がほら一瞬、一時停止一時停止ってなってるんですか。そうじゃなくて、ソラシド、上にこう上がって、あと重力に引っ張られて落ちてくるような感じ、ふわふわした感じですね。ふわ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 しちゃってんじゃないの。ふわふわソラシドで、最後しっかり膝を曲げてダウンで元の位置に戻って、あとは繰り返しです。ドレミ右、ドレミドレミレミド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 ラシドか。最後だけ正面向いて羽ばたきのポーズをとって、このまま逃走します。芸能界のしがらみとかやっぱいろいろあると思うねんな。アイドル活動一筋縄じゃいかんと思うねん。新潟の件もあるしな、 NGT の例もある。いろいろあるよ、人間が集まればいろんなことある。彼女たちはそれをお首も表に出さずに僕たちに幸福を分け与えてくれる。そこ理解しないとこれ踊れません。残念ですけど重いです。皆さんが思ってるよりドレミソラシド重いですね。ドレミドレミってやってるけど、その裏にはやっぱあるよ。僕らが見ちゃいけない、いや僕らに見せようとやっぱしないように努力してると思うんですよ。こういうとこ見せちゃあかんわって、彼氏とかね。何やってんのこれ。はい、以上です。もうこれ以上僕もね、肩をシェイクしてたらぶっ壊しちゃうんで。そう、ぶっ壊しちゃうんですよ。なんでポイントとしてはやっぱ力を入れない。力を入れてしまうと早くこう早く動かせないっていうね。で、肩を上げた時のシルエットがなんかね、胸を張るといいと思います。とっとっと、なんかそうね、横にこうやっぱ流れちゃったら変じゃん、変坂になっちゃうから。じゃなくて体のラインはまっすぐを保ったまま、向きだけなんかダメ、頭以外上半身がちょっと斜めになる、結果胸を張るみたいな感じです。タンタン胸を張る、タンタン胸を張る。そしたらしっかりやっぱ正面を捉えたまま、ここで変化を見せることができるんじゃないかなって勝手に思った。なんか横に行っちゃうとやっぱなんか変じゃなくて、斜め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 、あとはしっかりこの膝を上げる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 、そのぐらいですかね。あとはまあソラシドソラ、はい、以上です。多分ね、あ、以上です、ごめんなさい、発音ね、多分女の子の方がここはね可愛らしくできると思います。男だとやっぱどうしてもね、このブローリーみたいな、ブローリードレミファブロリーみたいな、あんまりやりすぎるとやっぱり肩関節いっちゃうんで、まあほどほどにですね、やりながら、楽しく楽しくですね、日向を坂道を走ってみてください。終わりです。はい、それではここで一句、ここで一句ですね。内首前、内首前とかけまして、ね、内首前とかけまして、アベンジャーズと解きます。その心は
どちらも、政府から嫌われる。ああ、そう、新選組にしときゃよかった。個人の売り込んだ後は、そんな楽じゃない。はい、8号、1-8前に行きます。で